の爆撃機朝日差し広高戦績30戦23勝8ケルビン王7敗獲得タイトルウーリンク WLF 60kg級王者2016年からは中国の格闘技イベントグリーン風に定期参戦し中国でも活躍多彩な蹴り技で中国のファンを魅了する人気ファイターとなった対してきた。その強さは海を越え、中国最高峰のキックボクシング団体グリーン風でも猛威を振るい。2018年にはアンダー60キロ級トーナメントで並み居る強豪を KO し、その腰にベルトを巻いた。どうですか？やっぱもう弟さんの戦い方見て、とにかく強いのは体の強さもあるし、はい、あとも攻撃もディフェンスも僕の今の KO の中で朝日さん通りにねすごいって、お兄ちゃんの今から全然さあどういう展開となっていくか朝日さん広隆はこれはサウスポーで構えていますが佐藤石郎さんこれはもうどっちも両利きというのがこの朝日さん空手ですよねそうですどっちもやりますからね佐藤石郎さん試合展開どうですかお互いを、はい、高い技術でお互い攻撃出してますけどお互い攻撃が当たってないとかわし合ってますまだ明確なヒットなしと見ていいですかそうなるとでもまあこう朝日選手の体の頑丈さがちょっと出てるかなそうですかもうすごく強いキックや圧力を相手に最後まで自分を貫けるか注目してます村越はサウスポースタイルこれいつも通りなんですけれども朝日さんはまずサウスポースタイルからの構えに入ってきましたお互い蹴り得意ですけど僕と朝日さんはめちゃくちゃパワフルですねミット持ったことあるけどパンチありますよそうですかパンチ力も前蹴りでもなんかこう以前よりもう一回り体が絞れてる感じしますね朝日さんですか朝日さんはいよかった今でもこうキレが増しますよねなるほどゆうちゃみさんこの体すごいですよね朝日さんねおーい借りましたよ。さあどうだこれ。意識はどうだ。
しましたね。K-1 のベルトは持っているチャンピオンが素晴らしいチャンピオンなので、今回の試合に勝つことによってそのチャンピオンに手が届く位置にいけるんじゃないかと思っているので、この試合しっかり KO で勝ちます。